県内は今日も厳しい暑さとなりました。鹿嶋市にある有徳稲荷神社では訪れる人に涼を感じてもらおうとおよそ3000個の風鈴が飾られています。鹿嶋市の有徳稲荷神社では訪れた人に涼を感じてもらおうと5年前から毎年境内に風鈴が設置されています。風鈴は巫女たちが狐や金魚など6種類の絵柄をデザインし、短冊には参拝した人たちの願い事が書かれています。やっぱ風が通るからすごい音が綺麗ですね。なんかチンチンとか綺麗やった。今日の県内も厳しい暑さとなり、唐津では最高気温が 37.3 度と一昨年と並び観測史上最高を記録しました。また嬉野で 36.7 度、佐賀市駅前中央と伊万里で 36.2 度など各地で猛暑日となりました。境内ではおよそ3000個の風鈴が涼しげな音色で訪れた人たちを楽しませていました。